喫茶店は面白いねさあ、ということで始まりました。始まりましたね。何が始まったんですか。喫茶店は面白いねのコーナーですよ。いつものコーナーみたいに言わないでよ。行ったことないでしょ、もうお金持ちだからさ。喫茶店にドラマがあること知らない君たちは。ドラマは知らんの。ということで、今日は僕と夢丸くんが岡崎のね、喫茶店をね、回ってきました。で、喫茶店、この後どうなるでしょう。バカじゃん。でも確かに喫茶店は予想外の方が怒るでしょ。いやまあマスターがやっぱね面白かったりとかいろいろありますから、常連客とのそこだけのくだりみたいなのもあるしね。まあそういうね、今回のロケ全ての現象を喫茶店とします今回は。はい、なるほどね、はい、なので何が起こるか分かんないです。行って帰ってくるまでが喫茶店、そう遠足みたいな感じなんで、今回今から VTR 見ていただいて、その後どうなったかをクイズ出しますんで、はい、皆さんに答えていただくという形でございます。僕と井上さん ロケを6時間ぐらいやってね。いや6時間、普通に旅行じゃないかということで、まあってことなんでね、頑張ってください。はい、俺なんかイヤホンぶっ刺さってますけど、これいやまあ1個足りないんだよね。だからどうするどうするって、こっちが聞きたいよ。流していいけどな。いやじゃあなんで刺したの。刺しんだよ。コーヒー出ないですか。え、さっきの動画見るのにコーヒー出ないですか。マスター、コーヒー、いやコーヒーやん。これに至っては海鮮釣りなんですよ。これだけは海鮮しちゃダメだ。目に入っちゃった。いきましょう。はい、用意スタート。さあ、というわけでやってまいりました。はい、とちみつみまるの喫茶店モーニングゴーゴーゴー。何時ですか。え、今何時ですか。いや、言うて11時普通のね。当初は7時ぐらいの時間もっと寝させて言うから。まあ、喫茶店の魅力を我々で伝えていこうと。喫茶店といえば夢丸さんじゃないですか。まあ、喫茶店僕大好きで、はい、ね、結構岡崎のいろんなとこ行っててね、はい、大体まあ回ってるくれてるの。回ってた。恥ずかしいな。まずは、まあ、ジャブ程度のね、うん、喫茶店行こうかな。そうね、この橋僕初めて渡りました。これ、あ、これですか。最近できた岡崎にね。ここね、すごいですよね。ヒノキの香りがしていいですね、ここ。いいんですよ、はい、涼しいですね。この辺で今急にヒノキぶっ壊れたらおもろいのにな。バカそれじゃあね、もう歩いてすぐそこなんで、はい、まあ行きましょう。はい。いや、肉汁の甘い香りがするな。いっちゃん喫茶おか。はい、行きました。行ってみましょう。はい、喫茶おかさんですね。喫茶おかです。岡崎でもなかなかコアな不思議なところではありますね、内装で。だいぶサイケデリックね。でこういう内装になってるんですけど、天井なんで暗かったの。あ、暗かったんだ。壁が暗い色になってて、なんか椅子の感じが暗っぽい感じだったから、うん、なんかいい方法で明るくなる方法がないかなと思ってこういった感じ。すごい。こだわりの明るいポイントは。本当ちょっと私は分かんない。え、もうストップです。さあストップ。はい、こいついらねえだろ。何これ買ってるからちゃんとこれ買ったんだね。この後マスターにこだわりの派手ポイントを聞きました。マスターに聞いた派手ポイントとは。いや天井やばいんだよね、やっぱり。天井はこのお店は本当に特徴ですね。でけました。けだ矢部さん。はい、わからんだ。わからんだ。あら、なるほど、ね、なるほどね。はい、じゃあ哲也さん。はい、僕最近行ったんですよ。このマスターおもろそうと思ったんで、うん、こんな感じで言いそうかなって。私の笑顔。あー、いいですね。へー、話してくれそうないい感じのお茶になったんで。そうね、よく話してくれますね、うん、さん。はい、りょうさん。はい、ギャグ漫画ばっかり置いとる。あー、あー、そうね、その明るさとだね。そっちの明るさとだね。色合いとかじゃなくてね。なるほど、じゃあ正解をご覧ください。あ、どうも、こんにちは。何、YouTuber かなんか。あ、そうです。YouTuber の東海オンエアです。あ、あれ？あ、そうです。久しぶりさん。あ、そうです、そうです。ありがとうございます。フォローします。いつもね、わかんないんだよね、来てもね。そうですね、そんな、まれにしか来ないですね、たまに。今日来てるみたいだからね。モーニング C セットとハンバーグカレーください。はい。食うね。B セットにしようかな。B セット？はい、トーストで。ありがとうございます。答えてくれないでした。ちょっとおかしかったもんな、ね、今なんかあれ、どこから消えたその話。もうとしみつがカットしちゃったわけじゃないんだね。違う、気づいたら注文始まってたんだ。皆さん、さっき真剣に考えてましたけど、はい、喫茶店クイズだから。喫茶店クイズだからって答えがないとは思わんいやいや、はい、続きどうぞ。
いきます。まずここだよね、麻雀台喫茶店っぽい。そうだね、これ昔の喫茶店にあるよ。でしかもね、もともとパブみたいになってたんだね。へぇ、あ、ほんとだ。すごい、あのフィリピンから嫁いできた若奥さん。早い。店内ではね、僕らの他に一組だけお客さんがいたんですけども、うん、この後僕は小さな恥をかきます。その恥とは何でしょうか。はぁ、喫茶店だからこその恥ですよね。見ず知らずの人からの絡みっていうことか。さあ、あまり頭を考えすぎると、そうね、後悔しますよ、ね、これも、嘘みたいなボケを書いた方がいいぐらいのやつ。はい、行きました。はい、お嬢さんから行きましょう。はい、マスターが他の客に東海さんだよと声をかけたが知られていなかった。おー、はーい、はい、はい、これは喫茶店で高い、はい、いや、めちゃめちゃあるでしょ、これさすがに僕、今の V 全く関係ないことないだろうと思ったので、本当に量がすごすぎて売れなくて恥をかいてしまった。あ、残しちゃったかなっていうのを他の人に見られたって言ったってことですかね。おばちゃんがね、この人知っとるって。いや、知りません。おー、いやー、やっぱりね、もう一緒ですね。いやー、君たちは本当に素晴らしい回答者たちだ。おお、うん、VTR どうぞ。いきます。全然見えない。ちょっとさ、あの写真撮ってあげてくれる？なんか記念写真撮りたいです。ああ、全然いいですよ。なんかいいでしょ、私じゃなくても。え、ぼ、あ、どういうことですか。ああ、撮ってあげるってことですね。了解です。じゃあ今撮ってみてみて。これはあれそうだよ、面白い。これも僕らの悪いですね。今村さん写真撮ってくださいパターンですよね。今村さんシャッターを押してくださいっていう、シャッターを押してほしいっていうね。はい、ありがとうございます。ちょっとうぬぼれてた。頑張ろう、頑張ろう、うん、俺らまだまだだなって。で、喫茶店こういうこと教えてくれるんだよ。そうだね。ちょっともう汗かいたわ今。なるほどね。こっちが自分たちと写真撮ると勘違いするでした。これははずい。それは小さな恥だよね、これ。いやいや、これはマスターがスマホを使えないからあんたら撮ってよってこと。マスターは勘違いしてたのかな。だってマスターが撮ればいいもんね。そう、わけわかんない。だって他の客に撮らしちゃダメじゃん、普通に考えて。確かに。どうも久しぶりです、流れからはこれだから。その絡みした後にさ、シャッター押してあげてってあんまないよ。ないないない。これ喫茶店力高いよ。もっと喫茶店力高いよ、その2人が言ってるよりこれ。ああ、そういうこと。ほんとローカルのね、あのちょっと出てるよね、ローカルの。そうね、謎行動が来るとやっぱ喫茶力高いから。いや、来てるね、喫茶。いいっすか。はい、いきます。あの時のテンポおかしかった、会話のテンポ。確かに写真撮ってみて、ね、来ました。はい、いただきましょう。いただきます。うわ、すごい、ふわふわ、卵だ。うん、うまい。じゃあ、ちょっと気になるな。え、なになに。え、この辛さはって何。辛さはって何。後ろのあるね。これは謎のままにしてる。超気になるじゃん。じゃあ気になる。あえて、あ、でも何すかこれ。それ面白いよ。何すかこれ。マスター撮ってくれたの。そうそう、マスターが乗ってるやつを切り取って。これやばくない。懐かしい。めっちゃ同じやつだよね。すごい、これやばいね。だからみんなね、ここに視聴者さんとか来れば、まあ一応ね、網羅できるんですよ。はい、柴井さん、柴井さん、柴井さん、哲也さん。さん、あ、で、これ哲也さんじゃない、カイトさんでした。哲也さんじゃない、カイトさんでした。哲也さんでした。哲也さんでした。お茶目なところもある。お茶目です。いや、これちょっとこの動画で紹介しきれないな。うん、美味しいんすよ、ここのハンバーグカレー。ねえ、食べてない、食べてない。食べてなかったですよ、今。ない。うん、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまです。またお願いします。あの、喫茶おかに来ると喫茶おかの特製ステッカー、はい、もらえますので。もらえるんですよね。はい、皆さん、はい、来て MacBook に貼ってください。色とかね、カラーとか、これカラーとかいっぱいあるんだよね。これを緑もらったことあるわ。喫茶おかから喫茶アンに来ました。来ました。はい、もうね、ちょっとあの僕も初めて来るところなので。ああ、そうなんだ。どんな雰囲気かわかんないですけど、行ってみましょう。はい、いいです。いい雰囲気でございます。ちょっとタヌキなんだろう。何これ。家の醤油差しする人。え、これ実家の醤油差しと。嘘。あ、あら、来た。ありがとうございます、タヌキ。タヌキね。うまそう。あれでしょ、うどんのスパゲッティ版だから。
あ、なんもない。あ、カットでいいよ。じゃあカットでいいやん。忙しそうだった、すっごい。あ、絡めなかった。絡めなかったんでね。そういうこともありますか、ね、あるある。こういうのもあるから。運命待ちですから。そうそうね。ファミリーカッターで。ここね、上ね。昔はもっとね、あったんだよね。そうなんですよ。これ良くないって、こんな岡崎の PR としては。リッチンコモさんです。こんにちは。すぐそこの看板に僕たち乗ってるんで。あ、あの看板。そう。あ、ほんと。そうそうそう、家康の。そう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 。いや、いいですね。僕も好きですね。いいよね。俺いいね、もう座ってませんよみたいな。こんな感じの景色ですね。はいはい、ありがとう。あら、うまそう。ここって何年ぐらいなんですか？53年。53年、すごい。ただただ大食いしてるやん。思わず漏れちゃったよね。マジな本音。いやでも今の見て雰囲気好きだな。いや、めちゃくちゃ良かったよ。いいとこですよ。本当にいいとこだね。ちょっと行ってみたい。問題来るかね。ね、もう終わって終わるんじゃない。これもう一回いらない。一回いらないね。一回いらないかな。一回ね。ちょっと双眼鏡とか売ってるわけなんですよ。うん。ね。いい双眼鏡ですよ。ニコンの双眼鏡だ。ジャケットだ。関係ないからもはやこれはもう。喫茶クイズは？待って、え、はい、さあ、これ問題です。はい、東岡崎の駅ビルの2階の岡美百貨店さんに訪れました。双眼鏡を買うんですけども、これ買ったのはどちらですかっていうのと、そのメガネ屋さんの広告があるんです。モデルさんがとある YouTuber に似てました。その YouTuber さんは誰でしょう。おい、どうやってどうやって答えるんだよ。喫茶店に行かないとここに行けなかった。先生言ってたからね、最初に行って帰るまでが喫茶店だって。そうね、そうね。はい、書きました。はい、まあ負けたとしてもいいです。あの、ジンキさん負けたんですけど、はい、ミラクルグッチさん。あー、グッチさん、なるほど。負けたのはなぜかとしんさん、そして内藤さん。内藤さん、おー、はい、なるほど。負けたのはとしんさん。そして増田さん。増田さん、おー、うわー、いい、なるほどね。いるなー、この3方。ありえるね。いるいる、あるだろ、本当に似てるからちゃんとね。果たしてどちらが高い双眼鏡を買ったのか、そしてモデルは誰なのか、どうぞ。じゃあ、じゃんけんぽい。外すのまだ全部入れない。双眼鏡欲しいんですけど。はい、いらっしゃい。ちょっと見てあげてもらえる？双眼鏡フェスとかに使える。レンズがね、ちょっとあるの。テオ君、テオ君、テオ君、確かに、こっから見るとテオ君だ、確かに。テオ君、こっから見るとテオ君。マジテオ君だな。こっから見るとテオ君だよ、マジで。なあ、無理やり問題にしようとしてる。というわけで、双眼鏡買ったのはゆめまるさんで、テオ君でした。テオ君か。いや、もう歯が白いだけ。いや、寝てたよな。寝てた、寝てた。3人とも人外すからね。そうだよ、年率で、ね。なんで俺って書いちゃうんだよ。そこだけは当ててほしかったな。当てたかったよ。お茶券は、なんだっけ、でも現れるみたいな。あ、それ色気で知らない人がずっと映る。じゃあ続いてなんですけど、アップルさんというね、喫茶店に行きたいと思います。アップルさんはね、僕も行ったことないんですけど、ね、あの、いい雰囲気が出てて非常に楽しみですね。すいません、凝ってるんで。ああ、そう、ということでね、アップルさんの正面にはね、お肉屋さんとかがありましてね。え、映っちゃってるんで。あ、ね、これですよ。いいって来ました、アップルさん。はい、散歩坊とかなんかでね、回ってもらえればいいですね。あの、あんな橋切っただもんね。今、恋だと少女を置いて、うん、
年は花見がないもんでさ、そうですね、寂しかったってことね。やっぱりね、みきちゃんね、花見もね、立派だしね。ヘルでね、おかたきこの辺ずっとこうね、両手の道がね、ご飯の目じゃないことね、綺麗に設置されてたよ、これ、ごめんね、ごめんけど、本当になっててるわ5番の目しかわからんかった今。そのお父さんはもう、まあ、まさに常連さんで。マスターじゃないの？あ、マスターじゃない。マスターは、ま、全然喋んないから。あ、そうなのね。これはちょっと期待できますね。できますね。へぇ、えーあ、そうなんだ。そう、その他の平凡とかもね、僕は電車通りって今だ。あ、電車通り、はいはい、電車通り、あ、あそこで路面電車だよ。あったよ。そう、なんかさ、そんな気がする。あ、ね、とりあえず電車通りって、うん、ほんで、ここからは電車通り。なるほど。やばい。さあ、このね、よく喋るモノシーンなお父さんなんですけど、うん、ちっちゃな頃から岡崎に住むのが住まれていて、モノシーンのお父さんが子供の頃に東岡崎駅で目撃した衝撃の喧嘩内容とは。はあ、面白い。なるほど。うん、じゃあ、りょうさん行きましょう。はい、キッチン小物の大将が会計の揉め事で客をフルボッコ。おお、この人がやっちまったの。ここで伏線回収みたいな。さっきのシーン使ってんだから。チャイニーズマフィアが声優と振り回していた。あれ、このこういうやつ。そう、怖っ。こういうやつ。停車中の電車の窓に顔面を叩きつけてそのまま運転しちゃった。バーンってやって、で中に放り込ませて、そのやった本人はんだこらーって電車運転してる。やばすぎるだろそれは。どんな喧嘩だったのか。もう歴史の話だねこれは。お父さんの今まで覚えて一番ヤバい思い出あります？岡崎で。岡崎で。岡崎がないこれ。これは印象残ったらなるな。そうそう、ワンパクだもんね。昔は喧嘩なんて日本と思って、あの、俺は若い頃あったよ。私は駅前で認めるとこあるの。駅前で、駅前で、ね、本当思い出すよ。俺は見とるのがあったよ。やってるのを。それだいぶやばいですけどね。おお。ということで正解は日本刀での切り合いでした。すごい。惜しい。ね、国籍が違ったわ。はい、やめてって言ったらやめるらしい。はい、スマスマスマって言ったら止める。いいよ。お互いやる気だったらやるけどってことね。で、下につく。お互い同意の下で喧嘩してる。そうね、ってな感じ。じゃあ続きますか。じゃあ最後見ますね。やっぱちょっと野蛮だね。野蛮だよ。いや、めちゃくちゃ悪いからしたね。人がね、程度悪くね、野蛮だね。え、すごい。もうすごいよ。だって駅で日本刀持っちゃいけないんだもん。ごちそうさまでした。じゃあ俺らも行こうかな。うん、ごちそうさまでした。はい、やばい。ありがとう。ごちそうさまでした。ありがとうね。ありがとうございます。わかりもないね。はーい。はい。いいとこでしたね。いいとこだったよ。アップル。俺ら求めてたの。あれなんだよ、ね。あの距離感。あの距離感がいいんです。いいのよ。いやー、なるほど。素晴らしい。あ、面白い。これぞ喫茶って感じですよ。喫茶店には我々が想像もしえないような面白いこと、面白くないことがまだまだ詰まってる。想像しえない面白くないこと。これからもね、時間ある時に私たち調査続けていきますので、はい、また何かあったら、はい、だからやっぱり岡さんのあるファイルで最初のクリエイターズファイルの僕らだけ見ないでほしい。いいだろ。あれ、うっそつまんないから恥ずかしいよね。いいだろ。また次回の喫茶店でお会いしましょう。さよなら。